新宿開幕開け始まりました。ゼップ新宿ワンマンライブ、今日は余すことなく入れ曲のバカで楽しんでいくよ。I'm not afraid to die.
So
ありがとうございます。さて次の曲は本日のためにミュージックビデオを作成してまいりました。何の曲でしょうね。青春のあの頃を思い出してちょっと切なくなるようなちょっぴり甘酸っぱい気持ちになるようなあの曲です。この曲はサビみんなで手上げて踊れるので体を動かして踊ってみよう。今日初公開のこの MV もみんな楽しんでいってね。それでは聴いてください。ヒーヒーズヒムヒーズ蹴飛ばしよう。ストリーしてたな好み空のシェルエットへとたどって
が積み上げた夜に初恋があったようなフィーリングハート、あっという間におぼろげなものに変わってった。尻尾巻いて逃げてみたぜ、トイレの水も水見た最高のあとの妻が前に Smile I doWhat the shit?
生きてやろうぜエゴイストね。だから全部受け取りまして、かけらを残ったのに散らして、取れた続き話し合えたら他にもいらないよ。誰のせいでもない、誰のまねもしなくたっていい。今日この時間自分の好きなように遊ぼうぜ。僕は変わらず羽もなくて傷つけ合わずにいられない。今を確かめてちゃんと向かって無駄かもしれない。君と
夢のごとし決めたわ。カノンに頂上に乗せて彼女は現れた。まばたき一丁刹那存在じゃいてもやいない方がマシだ。今
しみに熱についてるクソジジ、タカとか正直どれもいい、体稼働してないダリストのバリ、うざいことばっかりでまさにジャジャのやつらが張ったり、俺が昨日のまねはあるなやつの方が余裕でます、俺が最初で最後のライユーザーでいい、ついに新宿でファイナルとなりますが、その中で現在の心境とこれからについてお願いします。心境はさあファイナル、今までと違うワクワクを見せたい、見せたいの気持ちです。はい、これからツアー後の、はい、これからは、うん、今までなんかこれ頑張りましたって自信持って言えるものがような、なんかがむしゃらにやりましたっていう努力が押したことがなくて、今までなんかみんなに完璧じゃないものをプライド的に、プライドが高くて多分みんなになんか完璧じゃないものとかなんか中途半端なのを見せたくない、できないことはしたくないって思ってたし、なんか
全部なんか周りの人たちのおかげでなんとかなっちゃう。やっぱなんとかなっちゃってラッキーってなっちゃうから、頑張らなくてもよかったけど、努力したって言える努力をしますって高校でみんなが見てるこの大人数のところで言わないとできない、私はできないできないと思うから、ここでみんなの前で努力頑張りますって、努力頑張りますって言います。そしたらできたって、自分でこれ努力できましたって自信持ってた時はもっと笑顔の人、ハッピーにでき、笑顔になった人とかハッピーになった人が増えてると思うので、やってみます。今の心境はもう、私はいつも結構スンと済ましてることが多いかもしれませんが、当たり前にまあ人間ですので緊張しておりまして、ですがその緊張も何ですかね、心地よいというか気持ちよさに変えて、でそうやってその緊張を味わえたり気持ちいいと思えるのも、こう舞台上に立つ人間ならではの気持ちというか、その特権というものだと思うので、それすらも楽しんで今ゼップ前のこの瞬間を迎えています。フランクスターズの立ち位置はやはり歌メンバーだという認識が私は一番に感じています。で、歌もそうなんですけれど、もう幅広くいろんなことができるので、これからプランクスターズでやっていく上で絶対に自分の手に収まりきるものでだけでなく挑戦したいものってたくさんあるんで、プランクスターズのももしきやとしていろんなジャンルに挑戦していきたいですし、なんっていうんですかね、やりたいことは本当にたくさんありまして、アニメのタイアップの話があったと思うんですが、それも絶対にやりたいし、まだ歌いたいこともある、歌いたい歌もある、作りたい歌もある、書きたい言葉や伝えたい言葉、書きたい絵、作りたい服、いろんなものがたくさんあるので、まだまだプランクスターズの申し出としてプランクスターズに貢献というか活動していけたらと思っています、うん、私ってなんか最初と比べてキャラ結構変更してるじゃないですか、はい、もうずっと目指してるところは変わってなくて、なんか誰が見てもこの人が輝いてるなって思われる人間になりたいんですよ、うん、なんかはっきり言うと何にも努力せずにただ生きてるだけの人間が嫌いで、なんか自分は勝つまで勝てるやり方を探して、やりたくないことにでも、なんか絶対無理だろうみたいなことにでも挑戦し続けたいです。はい、はい、うん、フランクスターズは私が羽ばたくための踏み台だと思っていて、その踏み台が大きければ大きいほど私も遠くに羽ばたけるなと思っていて、だからこそフランクスターズにこれからも貢献していきたいし、うん、自分史上一番最高の状態を更新し続けたいと思ってます。今の心境、ゼップツアーファイナル逃げたいです。じゃあ逃げちゃダメです心境の後は
これからの、これからについて、これからについて、じゃあ仏像ファイナルが終わって、はい、うん、ブラックスターズに来てくれる人はきっと何かを求めて来てくれたりだとか、もう初めての人とかはたくさんいると思うんだけど、もうなんか見に来てくれた時は普段の嫌なこととかを忘れれるライブにしていきたいと思われたいし、なんかまあ自分にはあまり何も特に何かがあるわけではないなって思っていたけど、どんな人にもなんか存在する意味があるって、なんかいろんな人と関わってきて思う、一人一人に対して思ったから、なんだろう、うん、なんか踏み出すのが怖いとか、なんか変わるのが怖いとかがすごいきっと誰にでもあるので、なんかそれ自体はすごい悪いことではなくて、なんかそういう気持ちを持てることがすごいすごいことだと思う、なんかのですごいこと、うん、すごい素敵な感情だと思うので、なんかその気持ちを持ってる人たちの、持ってる人たちがそこで立ち止まってるのがもったいないと思うから、なんかブラックスターズいろんなライブとかするし、まあ、なんかライブ以外でも SNS とかいろんなことに挑戦したりふざけたりしてるのを見て自分も変われるかもとか、なんかその人の人生のいろんなきっかけになりたい、なりたいです。だからうん、今後もだけど、なんか自分に本当に居場所がないなみたいな思うことがあって、なんかそういう人たちのいつ来てもいつ戻ってきても初めて来ても、あ、ここにいていいんだなって思うような場所づくりを頑張りたいです。はい、心境ですね。私は、うん、デビュー当時、うん、かわいいアイドルがやりたい、歌が好きで歌が得意だから歌歌って輝きたいって思ってこのグループを作ったんですけど、そして5年間やってきてそこの変化が一番大きいなって思ってて、例えば喉にポリープっていう病気が見つかって手術して声が出なくなって全然歌歌えなくなって歌割りも、ま、ね、少なくなって、それでも当時だったら歌歌えないとかありえないとか思ってたけど、その歌えなくなったことでなんか新しい楽しさっていうのがなんか見つかって、歌えないけどライブが楽しいみたいな気持ちが強くって、やっぱ可愛いって思われたい、可愛いで売れたいって思ってたけど、なんか今ストッキングかぶってぶっさくな顔でライブもできるし、パンツ一丁で墨汁まみれになってステージ立ててるし、でもそれが楽しいって思うのが一番の心境の変化かなって思いますね。だからこのグループにいたらもっと自分が、うん、見えてなかった自分が見えるような気がして、ここで成長したいなって思います。だから私が
まだまだ成長していきたいなって思うってことは、ブラックスターズももっともっと成長していくのかなと思うんで、そこが一番楽しみですね。みんなのために新曲持ってきました。聴いてください、ツアーファイナル全部新宿ワンマンライブ。今日までたくさんの出会い、そして楽しかったこと、苦しかったこと、たくさんの交通があった中で透明班みんなと回れて本当によかったです。ありがとう。旅が終わったね、次はどこへ行こう。こんな日々をこんな夢を何度でも見よう。ツアーの最終日、人生が終わるみたい。
ほらいるけど、最後はみんなで笑っちゃえ。辛くてもきっと押したあなた、ふわりかけちゃう正直。泣いても一緒ならばグイッと乗り越え、本来の君どうしようもないことなんて、どうでもいいことさ、開き直れ。全部信じ込むライブ、最後は会場のみんなで踊って、笑って、笑って、いくよ。皆さん遊んでくれてありがとうございました。以上、私たちがプラグサーでした。ありがと
きをご覧ください。私がマスケルカンナです。よろしく。まだまだ聴いてない曲ありますよね。全部新宿アの曲踊ってないですよね。踊りたいか。行きましょう UFO UFO。Take it.
ツアー始まりますけど、はい、意気込みお願いします。いやもうやばいですね、ついに ZEP 始まっちゃう感じですね。本当に緊張します。なんか本当になんか多分他のメンバーも言ってると思うんですけど、今までの緊張感とまたちょっと違う緊張感で、なんかスタッフさんとかテクニカルチームとか音響さんとかともうオールスターズのメンバーとか携わってる人数がすごいいっぱいいるので、なんか なんて言うんだろうと先陣切らないといけないので、何も間違えられないし成功させたいと思います。いくぞー、せーの、おっぱいマーク違う緊張の種類がいつも違いまして、もう丸々台本があるのを全部覚えてやっていくので、もうなんだろう、小学校の学芸会の気持ちです。オールスターでみんながいてくれるのですごい心強いから、すごいね、それその時の3分の2くらい気持ちが楽ですね。セリフとかもね全部覚えたので間違えないように言えるように頑張ります。ミッションが追加されました。私たちの挑戦はまだまだ終わらないみたいです。台湾 ZEP でワンマンライブなんて、海外なんて無理だ、いけないよって思ってる人たち、私たちはどんな無理なことも、無理だと思ったこともやってきました、成し遂げてきました。9月17日、ZEP 台湾で待ってます。ZEP 新宿透明版、ZEP ツアーツアーファイナル、本当にラストの曲。あなたたちとこれからも進んでいきたい気持ちを歌に乗せたいです。一緒に歌ってくれますか？終わることも止まることもできない、それがどうしたっていうのさ、みっともなくても僕らはまだまだこれからだから。
たちとこの日を迎えれたこと、そしてこの尊敬し合えるメンバーとこのステージに立てたことを本当に誇りに思います。今日はありがとうございました。コールドシでした。みんなのこともっともっと大好きになれたよ。私もみんなのこともっともっと大好きになれたからね。ありがとう。あなたたちといたらできないこともなんかできる気がするし、もっともっと目指せる気がします。これからも一緒にいてください。今日はありがとう。これプレゼントやるや。マジ神カンナでした。ありがとう。